どうした？いや、俺家福さんと一体何の話してんだろうって。元さんはきっと幸せでしたね、家福さんみたいな人が旦那さんで。どうだろう、もしよかったら僕に音さんのこと何か話してくれませんか。音のこと？お二人の馴れ初めとか、どんな風に本を書かれていたのかとか、普段の会話でも何でもいいんです。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。そんな、僕のはただの一方的な憧れです。君は音に恋をしていた。否定しません。音さんって素敵じゃないですか、とても。